この番組は食べ物が食べにくくなってきたお年寄りの方に向け、食べやすく、そして家族も一緒に美味しく食べられる食事を提案していきます。ここ愛媛調理成果専門学校のクッキングスタジオから井上恵子先生と一緒にお送りします。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどんなお料理を教えていただけるんでしょうか。はい、今日はナスのあっさりそうめんと柔らかハンバーグを作りたいと思います。もうこれからの時期あっさりしているそうめんの方が食べやすいですので、タンパクはもちろんのことなんですけど、野菜をちょっとメインにしてそうめんを作っていきたいと思います。はい、今日はお肉を、豚バラ肉を使うようにしています。はい、豚バラのこの油でナスを炒めて、油をちょっと少なめにして、はい、作りたいと思います。なるほど。ハサミでじゃじゃーん。包丁いらずで、はい、はい、切っちゃいます。キッチンバサミで、はい、もうフライパンに直接、はい、入れます。もう、2センチぐらいで切ってもらって、はい、それでは炒めていきたいと思います。はい、最初はね塊になってますけど、火加えていくうちにどんどん油も出てきますから。はい、でももう油もしかず、はい、フライパンに直接、はい、お肉を入れて、はい、火にかけて。はい、こんなテカテカしてきたら油が見えますかね。はい、フライパンのところでジュージュー。フライパンがテカテカ、はい、テカテカしてたらナスを入れます。今日はナスに隠し包丁を入れてます。だいたい3ミリから4ミリぐらいの、隠し包丁を入れてますので、はい、食べやすくするために入れます。ここから時間がかかりますので、ここからちょっとだけ火を弱めていきます。じっくり。はい、 IH で焦がしてるんですけど、加熱だったらもう火とかだったらもう 4、5 分で全然すぐに火が通ります。はい、はい、じゃあ、これで、アルミでちょっと落とし蓋をして少し、時間を置きたいと思います。はい、じゃあそうめん湯がいていきたいと思います。バンバン入れていいですか。はい、バンバン円を描くように。円を描くように。はい、そう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 、うまいです。そうそうそう。じゃあこれで、このそうめんはだいたい1分半なので、1分半ぐらい湯がいた後、水で、洗って、はい、そうめんね、締めてしていきたいと思います。はい、じゃあ入れます。びっくり水。いいですか、いって。はい、そのまま入れていいです。はい、でこれで沸いたら出来上がりです。介護用というか食べやすくするために、普通よりかはちょっと長めに、はい、やってるので、はい、この今のタイミングってもしかして柔らかいんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、ちょっとわざとにしてますので、はい、水を溜めたところに流します。絶対水溜めたところに流します。で熱いのでやけどしないように気をつけて、で水で洗っていきます。熱いからね、気をつけてもらって、だいたい 3,4 回ぐらい、まあ5回洗えば十分ですね。はい、もういいですね。水がだいたいここまで白くなったら濁ってきたらいいです。 OK です。はい、はい、これで出来上がりです。それではですね、できましたので、あーすごい、はい、ナスがちっちゃくなってますね。ちっちゃくなってます。これぐらいまでしんなりしてきたら、だしとかを入れていきたいと思います。はい、だしと水800とみりんと、それから酒で、砂糖を今日は普通の砂糖じゃなくてきび糖にしています。ちょっとじゃあ栄養素的に、そうですね、ミネラルも豊富になるので、はい、入れてます。で、はい、きび糖なのでちょっとコクが、はい、ありますので、はい、でここでちょっと火を強めて、であとアクセントでもうちょっと何か欲しいなっていう場合は、この時にごま油を少し垂らしてもらって入れてもらっても全然アクセントになります。じゃあここまで沸いてきたら大根おろし入れます。
い、はい、じゃあこれで水溶き片栗粉、はい、で回して入れます。これぐらいですかね。ちょっとボコボコっていうのがちょっと膜があるような感じ、はい、わかりますかね、はい、こんな感じになったらいいです。あんまりとろみつけすぎると食べにくくなるので、はい、それではつくつゆってきたので火を止めてかけます。もうこの、タレがそうめんの汁になるのでたっぷりかけてあげてください。はい、彩りでパプリカ、パプリカネギを乗せて、で乗せます。はい、これで美味しそう、完成です。はい、フライパンに油を引いて、油が熱してきたら玉ねぎを入れていきたいと思います。はい、はい、玉ねぎは粗みじんにしていますが、はい、もしちょっと粗みじんが大きい場合はみじん切りで、細かい、はい、みじん切りで構いません。ね、普段私がちょっとよく作ってるハンバーグなんですけど、はい、ちょっと好評で先生してほしいということだったので。あ、そうなんですね、はい、これはじゃあ先生の、今日はちょっと普通のハンバーグと中にモッツァレラチーズを入れてちょっとチーズで焼く方法も、はい、やって、チーズインハンバーグが、はい、美味しい、絶対美味しいですよね。ちょっとある程度馴染んできたら塩コショウをします。はい、1、2、3、はい、1、2、3、はい、いいですね、ちゃんと入りました、入りました。これぐらいでいいです。これぐらいで、はい、じゃあこれぐらいまで、はい、色がついて、色がついたら粗熱を取りたいと思います。混ぜていきたいと思います。はい、で今日は合いびきミンチって普通の形で作ってますけども、はい、油の制限がやっぱりいる人っていうのは、豚と鶏が一番いいですね。あ、豚と鶏が、はい、入れていきます。はい、はい、じゃあここに、まず卵を入れます。卵、これも卵、溶き卵でまずこのまま、はい、このままで一気にドボッと入れていいですか。はい、入れてください。はい、S 寸ですから、はい、はい、2個入れてます。 M だったら1個でも全然大丈夫です。はい、じゃあここに塩コショウをします。はい、はい、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、はい、はい、これですね。はい、じゃあ今度はマヨネーズを入れたいと思います。はい、マヨネーズはこれ大さじ2程度入れてます。はい、はい、まあ、このマヨネーズ入れることによって柔らかくなるっていうのもポイントです。もう見てもらったら分かるようにだいぶ柔らかいです。うん、すごく柔らかそうです。はい、まだもうちょっとですね、もうちょっと、はい、これぐらいで。おお、先生の、ね、でも手感覚でもうこのレシピはで一旦ちょっと冷やします。うん、はい、それではですね、ハンバーグを、作っていきたいと思います。はい、半分ずつチーズが入るのと、はい、入らないのとで作りたいと思います。はい、ハンバーグの成形の仕方なんですけどね、はい、よくこう空気抜いたらいいですよってパン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 ってすると思うんですけど、もうこのハンバーグこのまま焼きます。これぐらいでもこう成形しながら、こうじゃなくて、もう間違った、で柔らかいのでもうこのまま置いていきます。で火は止めといていいです。あ、で油も敷かなくていいです。なんででしょう。え、じゃーん、ハンバーグから油が出る。そうです。はい、はい、それでは2個目ね、作っていきたいと思います。はい、これぐらいでここにチーズをお好みで入れます。もう好みなので、でまあ、私モッツァレラの方がちょっと栄養価というか食べやすいので、はい、よく入れているチーズ、とろけるチーズのモッツァレラにしています。でこう包んで、でこんな感じです。
今日油引いてないんですけどね、はい、テフロンなので油引いてません。テフロンじゃないものは引いてください。あ、いくらマヨネーズが入ってるといえど、はい、といえどもあのついちゃうのでそこをね間違えないようにしてください。中火ぐらいで蓋をして焼いていきたいと思います。はい、はいはい、ではだいたいここ周りがちょっと茶色くなってきたのを確認してから、はい、ひっくり返します。ほい、あ、いい色が、はい、ちょっと柔らかいんでひっくり返しにくいんですよ実はこのハンバーグ。ちょっと優しく慎重に、はい、はい、これであと2分ちょっとぐらい焼いていきます。はい、それでは焼けてるチェックをしたいと思います。はい、じゃあ、そしてあ、大丈夫ですね、透明な色が出たらほら、じゃーん、そうですね、透明、はい、出たら OK です。完成です。それでは先生、はい、試食してもいいでしょうか。はい、どうぞ食べてみてください。いただきます。じゃあまず、はい、染めの方から、はい、こんな感じで、はい、じゃあいきます。はい、先生、はい、すごく、はい、この優しいとろみがおそうめんを包み込んで、はい、本当にこうプルンと食べやすい。よかったです。素晴らしいとろみですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お茄子とお肉がそれぞれこういいお味を出してきてくれて、はい、あの味付けがすごくあの薄めでっていうことだったんですけど、はいはい、こうかみかみしてると味が染み出してきて、はい、お口の中でいい具合にまとまってっとっても美味しいです。ありがとうございます。続いて、はい、柔らかハンバーグ、はい、ハンバーグすごい楽しみなんです、はい、じゃあまず普通のチーズ入ってない方から、はいはい、柔らかそうな予感がすでに箸が、はい、いただきます。先生本当に柔らかい、はいはい、よかったです。すごい不思議です。本当ですか。よかったです。もうなんかお口に入れると、はい、なんかほろっていうか、よかったです。ギュッギュッて噛まなくてもほどけていくというか、はい、ハンバーグ自体に本当しっかり味がついているのが、ね、あれもマヨネーズ効果というか、はい、ほとんどもうあのマヨネーズが効いているのでそんなに他に調味料をかけるってことはないんですけど、まあ、お好みでポン酢、ね、かけてもらうのもいいかなっていうので、はい、本当そのままでも本当に美味しく食べられそうな、はいはい、チーズ入ってる方、はい、ぜひ。絶対美味しいですよね。チーズがじゃしっかり入ってる方をいただきます。先生、チーズが入るとまた一段とというか、はい、ハンバーグの味に深みが増して。よかったです。本当に間違いないですね。ありがとうございます。柔らかくって美味しくって、はい、本当に食べやすくって最高でした。ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、このレシピは愛媛調理製菓専門学校のホームページに載っておりますのでご覧になってください。それではフードデザイン、次回も見てくださいね。ナスのあっさりそうめん、材料のおさらいです。そうめん 300g、 豚バラ肉 300g、 ナス 500g、 酒大さじ2杯、みりん大さじ3杯、きび糖小さじ2杯、私の素小さじ2杯、水 800cc、 大根 400g、水溶き片栗粉適量。盛り付けで青ネギの小口切り、おろし生姜、千切りのパプリカを添えました。柔らかハンバーグ、材料のおさらいです。合いびきミンチ 500g、 玉ねぎ中サイズを1個、塩少々、胡椒少々、卵 S サイズを2個、マヨネーズ大さじ2杯、パン粉適量、揚げ油大さじ1杯強、モッツァレラチーズはお好みでご用意ください。盛り付けでキャベツの千切り、じゃがいもフライ、ミニトマトを添えました。